はい、こんにちは、クレットチャンネルです。本日もカミカミ解説でお送りしますが、最後までご視聴よろしくお願いいたします。はい、というわけで本日はぬいぐるみ真ん中を狙わない基本攻略法というタイトルでお送りしていこうかと思います。それでは参りましょう。はい、今回第36回プレゼント抽選会になっておりますので、そちらの方もご覧ください。はい、でその後にですね、続いて第37回プレゼント企画になっておりますので、こちらの方も最後までしっかりご視聴よろしくお願いいたします。はい、というわけでね、今回はね、真ん中を狙わないというのがちょっとタイトルになっておりるのですが、これ早速見てください。左上の隅っこのディスプレイ、ハンギョドンのマカロン型のクッションなんですが、これアーム届いちゃうんですよね。そしてね、左右の、引っ掛けではなかなか、引っかからないんですがね、今度は前後ですね、アームに引っ掛けながらね、その降下ボタンを押してちょこちょこ出すという感じになっております。はい、でね、今少し出たのでもう一度いきます。ほら、これね、先ほどよりちょっと強く次当たるようになったんです。これはもういけますね。でここもジュンと、はい、先ほどよりだいぶ出てきましたね。はいはい、でね、ここのディスプレイね、ディスプレイゲットというのはね、落としてもやっぱ取り出し口側に入れないといけないのですが、これね、よく見てください。景品から下がね、フィールドが少し狭くはなっていますよね。まあすぐ取り出し口があるというパターンですね。でさらに言うと、これ、ま、丸いですよね、景品自体が。なのでそのこの、まあ、イメージしてもらったら分かるんですが、ここから落ちた際にもう明らかね、転がっていくのがイメージできますよね。というわけで、ね、これはもうほぼほぼ確定ではないかという感じなのですが、ぐり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 やっていきましょう。まあやっぱり左右の引っかかりは甘いですね。というわけで、効果ボタンでグイッと。さあどうだ、そろそろ出てきそうだが、どうでしょう。ああ、まだですね。はいはい。でもね、これね、バレ、あ、一応ね、これね、パッと見はわからないですよね。ディスプレイ自体も場所はほとんど変わってませんし、フィールドにね、景品いてるので、お、来ましたね、そろそろね、アームもがっつり当たってきて、ただこれ間違えて、その左右のレバーで右に落としてしまったらダメなんでね、間違いなくこの降下ボタンで手前に落とすイメージで狙っておりますが、さあ、どうだ、来ましたね、はい、無事にマッチョが真ん中を狙わずディスプレイゲットです。はい、リプレイで見ていきましょう。いきましたね、これね。最後、降下ボタンでしっかり奥アーム、ぐにゅと押しながら、で先ほど言っていた、完全にタイヤのイメージですね。円柱なんで転がっていくイメージというのが全くそのまま当てはまりましたね。ここからアームが邪魔だったので、どいてくれた瞬間に、コロンコロンコロンと、はい、無事に綺麗にディスプレイゲット決まりました。はい、というわけで、マカロンクッション500円で、まあまあ500円なんでね、全然お得にゲットです。はい、続いてはこちらに行きましょう。こちら、おパンチュウサギの、インチョパでしたっけ、なんかわからない。うんから始まる子ですね。あ、ウポチャムって書いてますね、ポスターに。ですが、これ見てください。もうゴリゴリに来ましたね、来ましたね。さあ、どうでしょう、これ。そろそろ来るんではないか。さあ、どうでしょう。来い。まだです。さあ、来い、来い。ああ、残念。惜しかったですね。これね、先ほどとちょっと違うところがあって、まあ、あと取り出し口からね、ディスプレイが少し離れてたのと、まあ、景品自体がね、丸ではなかったので、転がりにくかったっていうところがありましたね。まあ、ただちょっとね、もう少し落とし方を考えれば、いけたかなと思う、落とし方をね、ちょっとね、ミスっちゃった感じはありましたね。ですが、これ言っても、取り出し口側に、だいぶ近いところにいてるので、これね、一応景品自体をクルリンパでね、シールドの方に振っていきたいなと思ってるんですが、そこまでパワーがないんですよね。うん。はい、というわけで続いてはこれ、一応腰にね、ちっちゃなタグがあるんですよ。なんで、一応狙っていきます。これかなり難しいんですが、うん、やはり難しいですね。さらにストップボタンでね、距離があったので。というわけで、もう一度真ん中持っていきましょうか。真ん中持ち上げることができればね。
そこで反動でなんか適当に転がってきそうなのですが、さあどうでしょう、ここで持ち上げるパワーがあればいいのですが、さあどうだ、やはりダメですね。というわけで撤退です。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、続いて真ん中を狙わないゲット法、もう一点はこちらの隅っこ暮らし狙っていこうかと思います。これね、左アームで手と手の間を隙間、ここが一番狭いんですよね、にぶっ刺してちょっと攻略を狙っていこうかなと思っています。はい、で一旦ね、これね前回 1体ね、あの雑草ゲットしたのですが、これねやっぱりね裏返すのが攻略法のポイントになっておりますね。というわけで一旦裏返す意味も込めて真ん中を持っていこうかと思います。あ、いい感じに裏返ってくれました、ありがとうございます。はい、というわけでね、平行移動、はい、というわけで高確率ゾーンでの裏向きですね。ですがね、これ何回か刺してもね、なかなかあの引き上げてこなかったんですが、今回どうでしょうか。前回は微妙な引き上げだったんですが、今回はどうだ。おっときましたね。はい、無事にマッチョがぶっ刺し引き寄せでゲットです。はい、リプレイで見ていきましょう。来ましたね。なんか今回ちょっとパワー強かったんですかね。しっかりずっぽしは決まっていて、まあ確実にねシールド上部まで引き上げてきましたね。ここからぐーっとで、ここからもなんか意外と爪が外れませんでしたね。なんでしょうこれ、確率ではないですよね。上まで持ち上げる前に落としてるんで、やはりねこれはおそらくぶっ刺しゲット、遅延ゲットになるかなと思います。というわけでぶっ刺し端っこの方ですね、決まると簡単にゲットができます。はい、続いてこちら、タキシードサム、こちらもラウンド1限定のマカロン柄みたいなやつですね。はい、狙っていこうかと思います。でね、これ私攻略法としてはもう頭鼻から、タグを狙っております。取り出し口側にタグがありますよね。そして爪の角度もそこそこ、というわけで今の一手でタグがね射程範囲に入りました。ちょっとね初期位置から刺せなかったので、あえて景品をこう斜めにしてタグを射程範囲に持っていくという作業を一手目にやりました。そしてここですね、ここさあどうでしょう。はい、これずっぽしですね。さあずっぽし、さあどういった反応を見せてくれるでしょうか。来ましたね。はい、無事に抹茶がタグ掛けでゲットです。来ましたね。リプレイで見ていきましょう。完全にずっぽしでしたねこれ。しかも高確率ゾーンでパワーもあったのでね、しっかり引き上げることができましたね。うん、これはなかなか気持ちよかったですね。でね、前回1体ゲットした時はねちょうどシールドの上で止まるような状態だったんですが、今回はしっかり引き上げて最後この振り子の原理でほんの数センチね取り出し口側にこうふわんとね来てくれて、そのまままさかの200点で超お得にゲットです。はい、はい、というわけで、プレゼント抽選会に移りたいと思います。はい、で本日エントリーしていただいた方こちらですね。今回はね、隅っこ暮らしの水鉄砲ですねをプレゼントになっております。いつもたくさんのエントリーありがとうございますね。あの毎回毎回エントリーしてくれて、あの頭あの楽しめております。はい、そしてスルーレットを回してストップボタン押します。さあ今回はどの方に当たるのでしょうか。はい、今回はイブさんですね。イブさん当選おめでとうございます。この動画を見ていただいたら、ご連絡の方お待ちしておりますので、イブさん当選おめでとうございます。はい、そして続いてねプレゼント企画に移りたいと思います。はい、でね先ほどからねあのもう見えているとは思うのですが、今回のプレゼントはドンブイピカチュウです。はい、今回ねもうポケットモンスターおなじみのピカチュウにプレゼントをしていこうかと思います。本当はねこれねホゲータと相方なんですがね、ホゲータこれ私ゲットできませんでした。なかなかやっぱ難しいんですよねホゲータね。はい、というわけで、エントリー方法はいつも通りこのプレゼント企画に、キーワードを記載してコメントをするだけです。で、今回の、キーワードなのですが、まあ考えるのめんどくさいんでピカチュウでいきます。キーワードはピカチュウです。はい、ピカチュウ、はい、でそのピカチュウをと記載して、コメントをお願いします。でそのコメントをねあのできればご意見、あのこんなん見てみたいとかこんなん撮ってほしいとかとか、あの応援コメントあれば私ねそれを見てあの日々頑張っておりますので、あの毎日投稿ねあのだいぶ削られます。皆様の応援コメントでそこの修復をしておりますので、あのコメントよろしくお願いいたします。はい、で、締め切りですね。締め切りの方は5月6日の土曜日ですねの20時までです。
1週間後の土曜日ですねまでに、キーワードを記載してエントリーをお願いいたします。で、最後になりますがチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。私あの毎日投稿で頑張っております。そしてライブ配信もやってね、皆さんとねコミュニケーションを取れたりね、ちょっといろんなことを試しておりますので、応援して、応援するですね、はい、お願いします。ワンポッチで、ね、応援感出ますので、はい、よろしくお願いいたします。というわけでね、この辺でお別れの時間です。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら、さよなら、さよなら。ちょっと最後ね、ダメでしたね。はい、はい。